ヨハネス・アグリコラ、ヨハネス・アグリコラ。アグリコラは、ラテン語で農民の意味。1494年4月20日にアイス・レーベンにて、誕生。1566年9月22日ベルリン没、は、ドイツの宗教改革者で、マルティン・ルターのごく近い側近であった。誕生年として1490年、または1492年を挙げる資料もある彼が、よくと変名は、 ヨハン・シュナイダー、ヨハネス・アイスレーベン、または、マジスター・イスレビウス、または、ハンス・バウアーである。ヨハネスは、シュナイダー・マイスタース・アルブレヒト・シュニッターの息子で、アイスレーベンで1494年に生まれた。彼は、最初に、ブラウン・シュバイクのマルチノイム・ギムナジウムに入学し1506年に、ライプツヒの学校に転校した。1509年の冬学期に、 ライプツヒ大学に入学し教養学部で勉強を始めた。学士号、バカロレアの取得により学業を終えた彼はブラウンシュバイクで教師になった。1516年の春に復学し、開校して日の朝日一点ベルク大で熱心な教師マルティンルターの生徒になった。まず彼は教養学部に登録する必要があり。 そこで彼は1518年の早い時期に修士の学位を受けた。彼はフィリップ・メラン・ヒトンからも学び、そこで彼は1519年10月13日に進学の学士を取得した。アイスレーベンの教区監督の家の玄関、学位取得後に彼は教員養成大学で校長として進学を教え、また説教者として働いた。 1518年にはすでにルター版のロシの祈りを出版した。アグリコラは95箇条の論題とライプツィヒトロンを研究中にルターの秘書も経験した。彼は1520年12月10日にルターがエルスターモンの前でローマ教皇レオ10世から波紋の教皇直書を焼き捨てた時にも一緒だった。最終的に彼は教皇教料を入手することを手伝い。 それも火で焼かれた。ルターがバルトブルク城に隠れ住んで不在だった間の1521年からは医学の勉強を始めたが、2年後に彼の妻というストゥス・ヨナスの助けにより、進学の道に戻った。1525年にはルカの福音書の解説を発表し、1520年にはメランヒトンの弁償法に関する教養学の本に前書きを書いた。 アグリコラはビッテンベルクでは教師としてふさわしい働き口を見つけることができなかったので彼は1525年に聖ニコライ教会の牧師になりまたアイスレーベンの古い教区監督の家の中で新たに設けられたラテン語学校の聖アンドレアスの校長になったアイスレーベンで彼は最初の学校の規則を策定し1526年から1527年に かけてドイツ語のカテキズムを書いた。さらに彼は聖書の翻訳者、解釈として特にドイツ語のことわざの収集において活躍した。アグリコラは有能な説教者だったと推定される。彼は1526年から1529年とアウクスブルクでは1530年に ザクセン選定校領で選定校のヨハンフ変更の元でシュパイアーの帝国議会に所属する牧師となった。さらに彼はルーテル教会の基本的な教えであるアウクスブルク信仰告白の策定でも働いた。1527年にザクセンのクルクライスから最初の教会の参観が始まり、ルターやメランヒトンの最初の論争につながった。メランヒトンは 悔い改めは立法への恐れによってもたらされるとした内部の作業文書を書いた。これを手にしたアグリコラは介入の上で反対したが、ルター自身が提案した、教会訪問の仕事の邪魔にならないように、メランヒトンの立場に立ったルターにより、意義を唱えないように進められただけであった。1536年には、アイスレーベンで公務に就いていた領主のアルブレヒト7世。 フォン・マンスフェルトとの緊張状態が生じた。彼は家族と一緒にビッテンベルクに移動し、最初はルターの家に受け入れられた。ビッテンベルクでアグリコラとルターは教会を代表し、礼拝や説教をするようになった。1537年にルターがシュマル・カルデン同盟の会議から戻った時、アグリコラは最初にヨハネス・ブーゲンハーゲンと他元を分かつことで、 独自の道を歩み始めた。他の対立で、ルターとの論争は一時的に和解したが、再び論争になった。結局、選挙裁判所が介入しアグリコラーのビッテンベルクでの滞在に政権が課せられた。アグリコラーは、もし対立が継続すれば、家族の生命を危険にさらすだけだと悟り、8月中旬に、密かに、 ビッテンベルクを離れブランデンブルク選定校のヨアヒム2世の保護を得た。そこで彼は新しく建立されたベルリンの旧大聖堂と宮殿教会で宮廷付きの説教者、総監督、そしてブランデンブルク州で設立されたプロテスタント教会の視察訪問者として働いた。1541年に出版物と主張を撤回し、ルターと個人的和解をしたにもかかわらず、 同年にアグリコラは、レーゲンスブルクの議事堂付きの説教師を一部、引き受けた。1548年に彼は、アウクスブルクで、ナウムブルクザイツの司教のユリウス・フォンプ・フルークと、教区は収めてはいないものの子供で司教の肩書きを持つ、ミハイル・ヘルディヒと共に、教理関係の仮の妥協案を作成するように、皇帝カール五世によって任命された。この妥協で、 プロテスタントの基本的な要求が省略されたとして、彼は他のプロテスタントの改革者によって批判され、盛んに嘲笑された。ルター主義と続いた進学の込み入った論争のほとんどで、アグリコラは死の数年前にルター派政党主義者の中心人物たちの賛成を得てフィリップ派の影響を排除することができた。1529年にアグリコラは300のドイツの ことわざ集を編纂した。この最初のことわざ集に続き450種類を収めたことわざ集の第2弾が続いた。1534年に両方の部分を合わせた作品は、シベンフンダーットウンとフンフフトジグトーチャー、スプリッチワーター、バーンワーットウンとジャビザーットとの名前が付けられた。1566年に彼はベルリンで流行したペストのため死亡した。 1520年にアグリコラは、ビッテンベルクで、エルスモシュハウアーと結婚した。1536年には9人の子供がおり、息子のハンス・アルブレヒと、フィリップとヨハン・アグリコラ・アイスレーベン・ジュニアの名前が知られている。原文は、ドム、ウンとシュロース記者でベルリーナードムにリンクが貼ってある。ベルリンの旧大聖堂は老朽化のため1747年に解体され、その後は、 建築や改築を繰り返し、1894年に土台から建て直されたものが1905年に完成したが、第二次大戦の空襲で被害を受け、戦後に再建したのが現在のベルリン大聖堂であるフィリップ・メランヒトンに同情する人々。フィリピストやメランヒトン派という呼ばれ方もする。ありがとうございます。